お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは隣国の隠したい過去が明らかに?をお送りするっす。さて、第二次世界大戦中の隣国の男性たちについて、彼らの表には出したくない過去がまことしやかに囁かれているっす。第二次世界大戦中、日本帝国陸軍が20万人もの隣国人女性を強制連行して慰安婦にしたという主張が隣国から出ていますが、実際これは裏付けが取れていません。このような状況に対して慰安婦たちの主張を裏付けようと、アメリカ政府は3000万ドル、30億円超の費用をかけて調査を行いました。約7年の歳月をかけて、大勢のアメリカ政府職員や歴史学者が過去の公文書を徹底的に調査したんですが、有力な証拠は何一つ見つけることができなかったっす。結局、この調査にかけた3000万ドルは無駄に費やされたも同然。故に、裏付けがない真偽不明の主張が隣国から次々と出されているわけです。このような隣国人の主張は、逆に隣国の信頼を落とすことになっているんじゃないでしょうか。第二次世界大戦当時の隣国、朝鮮半島は植民地として日本の一部になっていました。このため、日本軍の中には隣国人の兵士も多く含まれていたっす。したがって、日本人が20万人の女性を強制連行したという事実があったのであれば、日本軍として加わっていた隣国人兵士は見て見ぬふりをするチキンさんであるはずがありません。隣国は日本が数十万人の隣国女性を慰安婦にするために強制連行したと言っていますが、しかし兵士として加わっていた当時の隣国人男性が日本軍の慰安婦に対する悪行に抵抗する姿勢を示したという話は出てきていないのです。実際は私たちもよく知っている通り、隣国人が何もしなかったのかどうかというよりも、そもそも強制連行で隣国女性を慰安婦にしたという話自体が嘘だったのです。誰かがどれほど日本を憎んでいようと関係ないっす。この嘘を広めるのはおそらくノースコリア、中国、隣国、そして日本と西側諸国の左翼勢力と思われます。慰安婦に関する事実が間違って引き継がれていると言っても過言ではないっすね。ちなみに、ウォールストリートジャーナルや他の報道各紙も慰安婦問題の現実に気がつき始めています。明らかになった点、ニューヨークタイムズの記事については、報道内容に関する情報源が全く明らかになっていない。単に慰安婦について言っていることを繰り返しているだけだとしているっす。なぜなら、元慰安婦と見られる女性たちが言ったことだけが強制行為の裏付けの証拠として記事に挙げられているからです。信頼できる記事とは、当事者が直接話した一次資料を深掘りし、さらに新しい情報を付け加える作業がなければなりません。2014年初め、朝日新聞は吉田誠二の慰安婦を強制的に丸レートしたという証言について、何の裏も取らずに本人のみの主張だけを報道し、それが誤りだったことを謝罪しているっす。このような前例があるのに、ニューヨークタイムズは裏を取る地道な姿勢がなければ愚かなレポートにしかならないということを理解できていないようです。ニューヨークタイムズの記事で真相究明ができていないのは、一次資料というべき情報が慰安婦問題に関しては政府の関係諸機関による報告書ではなかったことが一因です。ナチや日本軍による戦争犯罪については、各省庁作業班による報告書 IWG があるっす。 IWG とはすなわち、ナチの戦争犯罪と大日本帝国政府記録について
米国の各省庁に残る文書を調査・点検してまとめた報告書のことです。これは2007年に連邦議会に提出されました。総額3000万ドルもの経費をかけて850万ページにもわたる書類を調べた結果は、ナチと大日本帝国政府の戦争犯罪を公開するよう求める運動があったため、一般に公開されることになったっす。この調査書 IWG の中にも日本軍と慰安婦についての記述がありましたが、日本軍または政府が慰安婦を聖マルレーとして扱ったことを示す記録は全くありませんでした。実際レポートでは慰安婦問題で日本軍や政府に非があるような証拠を望んでいたとみられる団体に対して謝罪、そのような情報がなかったことを公言しているっす。1944年に米国戦争情報局 OWI によって提供されたレポート49、日本人戦争捕虜尋問レポートナンバー49は、20人の隣国人慰安婦に関するインタビューの報告書です。ここでは、彼女たちは聖マルレーではなく、賃金が支払われているバイマルフであると明確に記しています。また、彼女たちが将校ら軍人たちと、スポーツイベントやピクニック、エンターテイメント、ディナーにも同行していた様子についても記述があったっす。この一次資料では、慰安婦は高級バイマルフであるとはっきり定義されているのです。興味深いことに、最近隣国に駐留する米国軍の元慰安婦であった隣国人の女性グループが隣国政府を訴えています。アメリカメディアは彼女たちのことをバイマルフと報道していますが、日本軍の慰安婦のことは聖マルレーと呼び方を変えているっす。米国軍も日本軍もそれぞれの基地に慰安婦所を持っていて、どちらも娼婦にお金を支払って同じことをしたのにもかかわらず呼び方が違っているのです。同じ娼婦なのに日本軍が相手だと聖マルレーと言われてしまうのです。そろそろ日本と西洋のメディアは一次資料をしっかり踏まえ真実を報道するべきではないですかね。 CNN と FOX ニュースの2016年の記事、以下記事の内容っす。これはいい知らせだ。今日仲間が我々調査チーム宛にメールを送ってくれました。少しお時間をいただいて今現在の状況について情報を共有したいと思います。3年前、慰安婦に関する記事は英語圏では絶対に日の目を見ることがありませんでした。当時、多くの人々の注意を引くために地政学的な観点から慰安婦問題を話す人はマイケル・ヨンだけでした。この日、我々は2件の記事を見ました。3年前にマイケルが言ったことと同じことが記事に書かれています。2014年、マイケルが小森、桜井他数名の日本人たちと懇談していた時も全く同じ、慰安婦が聖マルレーにされたことは正しくない情報であると話していました。マイケルは慰安婦問題に関する件についての投稿を続け、メールや会話の中で警鐘を鳴らし続けてくれました。おかげで慰安婦を日本軍が聖マルレーにしたという情報が間違っていたということが周知され、状況が変わりつつあります。 FOX も CNN も同じようなテーマで記事を投稿しています。神に感謝したい気分です。思想が右でも左でも、日本兵によって20万人もの人が聖マルレーとしてさらわれたなどといった作り話は全てが真実ではないと気がついたのです。3年前は以下の2点のように言われていました。 1. 40万人がさらわれた、あるいは強要された。 2. 話には裏があり、人権侵害を訴えるためなどではなく、人
人々を分断させるという特別な目的のために、裏でノースコリアと中国が手を引いていた。マイケルは最初に誤りを指摘する声を上げ、仲間がついてくるまで待ち続けたのでした。ノーム・コールマンもスティーブ・グラスマンもとても真面目で優秀な記者で、マイケルの影響を受けましたが、今後もそういった人は増えてくるでしょう。さて、結局のところ、この件については2015年の日系合意で決着を迎えたわけなんですが、ここに来て合意を無視する姿勢を見せているお隣さんには、さすがにおいおいという声が海外から殺到しているっす。ここでその声の一部を紹介するっす。海外の反応。もし英国がこの問題に対して日本に保証を要求するのなら、それはつまり条約の契約違反というわけになる。つまり日本政府も英国政府に対して40年前に支払ったインフラ代などを返せと要求する権利があると思うんだが。イギリス。慰安婦問題とか言うけど、実際は彼女らもお金のためにやってたんじゃないのか。そんでさらに金が欲しいから今でも声を大にして叫んでるんじゃないの。イギリス。日本は確かに保証をした。だけど英国政府はそれを戦争で傾いた国を立て直すのに使ってしまった。これについては英国の政府を非難しなければならない。アメリカ。多分ここで日本が追加保証したとしても、数年後忘れたかのようにまた同じことを言い出すだろうな。日本は厄介な国が隣にあるな。ドイツ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、まあ反人道的な行為が当時あったにせよなかったにせよ、2015年に決着を迎えたわけですし、蒸し返すのはやっぱり違うと思うっす。もう少しお隣さんには現実的な歩み寄りの姿勢を見せてほしいっすね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。